どうもおはようからこんばんは、殿でござる。信長の予防大使 with パープキットシーズン8、前田利家編、続きをやっていきましょう。で、包囲網はまだまだ続いておりますよ。結局こっちには声はかからないにしても、心象ってだいぶ落ちたんですよね。40まで落ちてしまったんで、そっちが勝手に始めたのに、なんかあいつ誘えないわみたいな感じで、もうしょうがないなみたいな、それで心象落ちるのはどうかなって思ったような家康。まあ、とりあえずは外交を回復するためにあちこちに使者は立てております。で、この何も好意もに何も関わっていない前田家は上杉へのとどめ。いいね、兵糧はまだたんまりとある。いつもの奥に奥にに負けるのか信雄。で、あの上杉さん来てくれないかな、野戦で破ろうと思っているんですよ。そうそう、来た来た、上陸はさせまいと。いや、もろ海いるから、近寄りすぎたら見れないか、さすがに。水軍になるんだろうか。てか、対面はどうした？おう、相手の降下時間は切れたんで、この兵力での戦い。で、また砦か。砦ばっかりだな、戦っていると。しょっぱな、快適するんで、じゃあ兵力のある才蔵。兵力のある部隊で敵の右翼を破ろうとなると、もう残り鉄砲隊ばっかりだ。ああ、正面に罠は置ける。置いてもな、渦耳なんであんまり兵力は減らんだろう。さあ、佐渡島上陸。なるほど、村井。ご命令ください。覚悟しろ。命令してくれ。さあ、行こうぜ。お、もう出番か。始めよ。3600だから、そんな4部隊で当たらなくてもいいか。覚悟は良いか。ご命令を。じゃあ、つらたつは本陣。始めよ。ご命令を。才蔵は速攻で砦を潰す。敵の居所知れましたか。やりたい。前へ。そっちがおとりね。で、罠にもはめてくる。やりたい。前へ。やりたい。前へ。敵の居所知れましたか。こういう時、樋口あたりはなんか変なことしてきそうだな。この金を潰すとかね。このままでは。金継ぐも、まあ、お前もまた罠か。村井的な感じだよな。ご命令を。で、合流しようとするのかな。始めるぞ。ご命令を。参るぞ。覚悟せよ。ご命令を。始めるぞ。覚悟しろ。ゲチよ。左の罠は捨ておいて。始めるぜ。刑事300か。もう出番か。歌舞伎を使っていくとして、ちょっと一部隊で任せてみよう。いかんな。やりたい。前へ。まだ5はたまらない。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ。始めるぞ。ご命令を。始めるぞ。ゲチよ。始めるぞ。参るぞ。覚悟せよ。投げ払え。いや、刑事持たんな。ご命令。才蔵行くか。さあ、始めようか。くそ。ご命令を。ゲチよ、始めるぞ。本陣周辺はね、だいぶ固まっているんですよね。いい風だな。
行こうか。せめて樋口は倒そう。正々堂々勝負せよ。来たな、ここで直江城か。挑発を食らう。始めるぞ。だがその兵力を相手にできるか兼つる。我らが敗れるとは。さあ、サナイがやられたぞ。前へ。ご命令よ。始めるぞ。一旦引くぞ。よし、刑事破ったか。よかったよかった。ゲチ、本庄さん逃げようとしているのかな。さあ始めようか。刑事も松風でかけよう。さあ始めようか。やりたい前へ。バカ、ありえん。敵の居所知れました。ゲチよ。全滅は厳しいか。先に上杉さんやられそうだな。ゲチよ、ゲチよ。さあ行こうぜ。やりたい。さあ6人でどうする。負け戦かよ。大将大丈夫？503だったら大丈夫大丈夫。頑張れ。浅はかなり。うわ、奥裏。あいつなんか玉砕していったな。せめて池田だけでもとか。やりたい。池田隊が残ったんで残り55。そもそも沢田にどれだけの兵力を残していたか。よくやってくれたな。739か。片付けない。近づいた頃には800は超える。おお、水上で大谷義継が。おお、海上戦で秀吉に勝った。秀吉はもう長浜かつての自分の城に戻っていったのか。みんなもうもっと機内見ていたいのにね。見ていたいのに、こっちはもう佐渡島で頑張っているんですよ。池田は池田で規則島の割に徳川が動きを見せないな。あ、筒池もいる。2100か。筒池存在しているのに島左近はいないという。ってことはあの後出奔したか何かしたのかな。で、三成の元にいるのか。うしすぐさん、さすがだな。てか、年家、張り付こ早く、沢田に。報告します。年だからな、ゆっくりになるんだろうな、皇軍が。ほらほら、年家、相手の兵力が回復しているぞ。多分ね、逆に打ってこられるパターン。攻撃にして5詰め出そう。攻め口はどれだけあるんだろう。123だから3部隊いればいいな。鬼か星。この3部隊でいいか。続け。54だから途中で変わる感じかな。いや、これは島左近が勝つだろう。池田何もできず。今度は浮田秀家。お、バンダンエモン、バンちゃん。豊臣家はもうダメかもしれん。っていうか肝心の徳川が動かないからな。使いの者が来たようです。あ、はい、何でしょう。ダメ。ダメ、武将欲しいんだもん。本当いっぱいいっぱいですよ現状。細川家もいて、あ、こんな感じか。
お、長浜大谷家取ったけれども、豊臣は豊臣で下妻さんが鳥羽城を攻めている。蒲生家一応反撃にも出ていてもな。報告いたします。先月の収支です。これより表情を始める策がございます。あの無兵装で行きたいって言っているのにな鉄砲とか牙とかそっち方面が強化されていく。これにて表情を終える。収束繊維か。繊維はもともと旺盛だから、アルミの増加量いいな。いないところもいるから、そういうところも増やしていって、水上とかはな、野戦築城いいね。ゲッチよ。でそろそろ方位に切り替えて御詰めを待ちましょう。かしこまった。こう進出どんどんちょっかいかけて進出していく感じが好きなんで、商業は委任にはしたくないな。豊臣への包囲網も今回で第2次になるわけですけれども、第1次と違って今回参加している勢力って周りの勢力ほぼ全部じゃないのかな。忙しいなあちこち防衛には成功している。報告いたします。ご命令を。もうちょい減らしてからかな。かしこまった。で包囲網で多分池田家もこっちにもう攻めてくるようなことはしないでしょう。で1000ぐらいまではなかなか減らないか。でしたら年家はもう騎乗で行くぞ。加えたこのかっこいいニカホさんに任せましょう。耐久はだいぶ落としている。攻め口は3つですから。お、どうした画面の色が。それでも40かかる。あら、影響が収まりつつある。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。信夫連敗。小規模な戦いだな。お、テルマサが勝った。で佃さんが来ても兵力少ないからな。で沢田を落としたことによって、亡き父上だね、亡き親父殿柴田勝家があの信長様から命を受けていた上杉征伐はこれにて完了。手を入れるようなものよ。いや、あのあなた御詰めだから。ふう、やれやれ。これで上杉は討伐して、で真田も倒しているんで勢力図はこんな感じになりました。報告いたします。これより表情を始める策がございます。増えたな。お、武将の寿命延長、それはぜひとも欲しいな。何が必要なんだ。これにて表情を終える。
直江石包。ここか。寿命延長大ってどれぐらいなのか。まずはこっちだ。で、必要なのは次は論議ね。あ、外側も行ける。いやー、いいな。いいな。いいな、いいな。延長でもね、まだ96年なんで、こっち行こうか。兵糧の消費減少と行軍速度のどっちを取るかか。論議中心で次は論議と農業。ご命令を。あちこち包囲しているな。豊臣が反撃に出ているところもある。で、池田家に対しては、あ、また援軍6400。沢田はもうね、流民多いな。ここはもう100でいいよ。で、感情とかどうだ。あなたはもういいや。かたじけない。かたじけない。病の人は放っておくとして、かたじけない。本庄さんとか、黄色多いな。の割に直江兼続とか上杉快活って、中世って青なんだ。かたじけない。あと15枚。かたじけない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 。すまねえな、すまねえな。大内やっぱり必要修正が な。で、あと5枚。神前の方はね、ここらは後々攻める予定なんでいいとしまして、まあ、こういう従属とかこういう飛び地の勢力。もうちょいこの辺がどうなるかも見ていこう。ああ、引いていった。あ、でも鳥羽城落としたな。徳川今回何もしていないような気が。肝心の名手が講和を結んで、報告いたします。ご命令を。うちはうちでダチ公とは仲直りできているんですよね。あとはこの池田家はもう駆逐されていくか。すすきだ頑張っているな。亀山か。武将の振り分けもありますがね、ちょっと飛ばしていくとして、どうなるんだ。まずは山の内和豊。お、なんとか守りきったが、あ、引いた。集結変えたんだ。さっきの舞台で行けよ。ここ変な動きしているな。鈴木だ頑張っているな。お前なんか彼が頑張っているとなんか嬉しくなるよね。報告いたします。ご命令を。忘れないうちに次の表情でちょっと寿命延長もやっていきたいな。でね、治水を上げたいんですよ。かしこまった。いや、草刈正雄よりかはね、考えの方行きたい。他は少なそうなのは、ここすごいな。はっ、かしこまった。はっ、かしこまった。はっ、かしこまった。
かしこまった。承知。は。よしよし、まだ同盟は延長できる。敵視はされていないようだ。ここはまだ期間が長いとしまして、堀家は最初から同盟組んでいるんで、ここは攻めるつもりはありません。おお、島さんか。いやだが間に合わなかったか。好きだ、お前頑張ってるな。もう筒井は潰すつもりか。池田家は木曽福島を取った。お、宇治里報告いたします。戦まだ続くな。これより表情を始める。策がございます。捨てがまり。確かにね、やっていたよ。もう おじき、そうそう、これいいんじゃねえかみたいな。で、農業と論議ですよね。これにて表情を終える。捨てがまりは取らんぞ。で、寿命延長が生きると。あ、こっちも生きる。いいね。兵糧の消費をだいぶ抑えて、どっちもやっているんで、行軍速度もだいぶ上がる。あとは成り行きかな。だいぶ消費したからポイントを貯めていかないと。あ、清掃だけか。我々が次に戦うのはこの池田家としまして、じゃあ今回はここまでにしましょう。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。